はい、来ました。タイトルアップデート4ということで皆さん盛り上がってると思いますが、今回はダークゾーンからスタートな皆様のバーチャルアイドルレミリアさんです。新スペシャリゼーションとか新エキゾチックホルスターとかやることあんでしょ。妹のフランドールです。そちらも後でゲボ吐くほどやりますんで、とりあえずこれをご覧いただきたい。え、マジスカ、エキゾライブマシンガンのペスティレンス拾ってんじゃないすか。そうなんです、これアップで前に暇だからちょっとイークリーのダークゾーンクエやろうかとソロ DZ してたらなんか出てしもて、ローグ怖くてヘリ回収いけない時の録画したやつで。いや、ワンチャンありますから、とりまヘリ回収チャレンジ行きましょうよ。こいつ最初っから行く気だったんやなって。いや、これはどっちに転んでもすげーと劣化もですんで、ダッシュで録画ソフト立ち上げましたから。むしろローグに横取りされる動画でおもろくしようとしてるまである。とはいえ、このチャンス逃したらもう二度とペスティレンス手に入らないかもという気持ちもあるっちゃある。普段全くダークゾーン行かないのにたまたま行ったらこういうこともあるんすね。なんやかんやでヘリ到着からの残り10秒でペスティレンス入りの小包みを宅配業者に預ける緊張の一種。おいやめろください、このペスティレンスを今日中に届けないと妹が金髪にされてしまうんです。生まれた時から金髪キャラだよ。ねえ、この野郎ただの紫 NPC じゃねえか。ローグなんていなかった。ということで全く問題なく回収できました。くそもんな。とりま早速最速ダッシュで帰って宅配ボックスから回収屋の前に記念撮影や。妹では SS 残りません。ということで DZ で実戦投入。これが伝説のエキゾ LMG のパンデミック力。この武器は10ヒットで相手を疫病にかける恐ろしい能力を持っているよ。マジかよ、超すげえじゃん。これあればもう無敵じゃん。お前ら病欠し放題じゃん。もう学校も会社も休み放題やぞ。すんません、フランさん、この武器クッソ弱ないですかね。小さい火力低い上に疫病効果もほぼ空気なんで、最弱疫ゾ武器と呼ばれてますんで。ゴミじゃねえか。そういったことでわしが爪の受け入れしてる間に新たしい職来たらしいじゃないの。クープ押し、こっからタイトルアップで4の動画なりますんで。ほんじゃあ早速その新スペシャリゼーションのガンナーさん育成してこうぜ。新スペシャリゼーションはエアーワンパスを持ってるユーザーなら即時使用可能。ははリアルマネーの力でわしも即時ガンナーさんになれるのだぞ。金は命より重い。これは最終的に焼き土下座する運命の人。いやーパス持ってない地下労働者の皆さんでもフィールドリサーチっていくえを全部クリアすればオッケーらしいですよ。フィールドリサーチのクリア条件はスペシャリゼーション受付トップ画面の右下から確認可能。全パス所有者でもクリアすると特殊エモートとかもらえる特典ありますんで、レッツチャレンジ。ところで新職のガンナーさんはどんな感じなんすかね。シグネチャーウェポンにミニガンを持った玉ばらまき特化のスペシャリゼーションにてっすね。泡で動き止めるライオットフォームグレア、範囲目くらましスキルのバンシーといった相手にデバフかける手段も豊富。弾丸を打ち込める状況を作りやすくする能力も優秀なんすね。さらに時間経過で弾丸が自動回復するパッシブスキルなんかもあります。このゲーム、一つの武器種だけで戦うと割と弾切れ起きやすいんで、これは便利。最近は LMG 2本持ちも流行ってるんで。トリガーハッピーしたい人には最適なスペシャリゼーション。あと今回のアップデから全てのスペシャリゼーションで好きな武器種の威力を上げれるようになりました。これでどのスペシャリゼーションでも自分の好きな武器を装備しやすくなったんで、これはグッジョブ。何はともあれガンナーさんアクティブにして本日から育成進めていきますね。強力すぎると言われるかもしれない。こんな状況だしな。お、伸縮式のミニガンかっちょいいっすね。それでわしも今日からレミリアヘビーアームズですよ。ウィング中は外役。ほんじゃ次は新エキゾのどっちしてイトリークぞえ。タイトルアップで4のもう一つの目玉であるエキゾチックホルスターの取得が今回のメイン。まずはクラフト担当の稲屋さんのお店へ行ってホルスターデータってプロジェクトを購入。どっちしてはプロジェクトを進めることで材料を集めてゆくクラフト方式のエキゾチック装備。あとペスティレンスのアップグレード設計図も出たんで買っとくか。さあ買っとけよ、動画の段取り悪いな。ともかくこのホルスターデータ、西を目指せ若きエージェントよ。ってやつを購入すると専用のプロジェクトがスタート。プロジェクト内容を確認すると、最も西のコントロールポイントにイベントアイテム持ってる敵いるらしいよ。的なふわっとした説明にイラッとするマッシブクオリティ。どうやらこの川辺のガソリンスタンドってコントロールポイントを落とせばアイテムが手に入るらしいで、落としました。相変わらず雑な編集。ちなみに警戒度は1で OK。通常の CP クエと同様に味方を信号弾で呼んでエリア内の敵を全滅させる簡単なお仕事だったんすけど、肝心のイベントアイテムもらえねえぞ。どうなっとるねや。お姉様、ここは落ち着いて備品室行ってクレート開けましょう。
ていうのどこにあるの？いいから早備品室行けや。ということでガソスタ2階にある駐車場タイプの備品室入って黄色いドデカプレートをオープンすると。編集で尺合わせろ。オープンすると、はい出ました。これが目的のアイテムホルスターファストレザーベルト。備品室入って左奥の黄色い大きめのクレートに入ってるんで取り忘れないよう注意です。ほんでマップ開いてっからプロジェクトで今ゲットしたファストレザーベルトを早速着付。これで一つ目のプロジェクトはクリアー。クエストクリア後はホワイトハウスへ戻って報告。そうすっと新たなプロジェクト、ルード、バッド、イービル。が解放されます。これもまたプロジェクトの記載が曖昧な表記なんでわかりにくいっすね。要約すると、ハイエナ、アウトキャスト、ブルーサンズの各勢力の警戒度4のコントロールポイントを制圧しろ。そん時出てくるネームドボスがそれぞれ専用アイテム落とすから、それ3つ集めてきてな。っていうことです。要するにどこのコントロールポイントでもいいんで。警戒度4にした3勢力の CP クエやればいいっていうことっすね。それです。ということでまずは警戒度4にしといたこちらのアウトキャストの CP からバチコリン声はしてくわしの勇姿をノーカットでどやってきます。長いんでカットで。そうすっと後半の敵リーダーにカウボーイハットかぶったやつ出てくるんで、倒すとプロジェクトアイテム落としますんで。赤ドロップなんでわかりやすいと思います。これで1つ目のアイテム回収。これをあと2つ集めるにゃ。オッケーフランさん頑張れ。おめえがやるんだよ。ということで急遽わしの続投ということで2番目はブルーサンズの警戒度4コントロールポイトンでグイグイいっちゃいます。これ全部お姉様がプレイしてるせいでやってる動画シリーズですからね。今回も尺の都合上バッサリカットでカウボーイハットのジェット隊からエキゾアイテムドロップ。なかなかに順調ですね。わしもそこそこのエージェント歴ですんでこんくらいならソロでもなんとかなりますから。警戒度4のコントロールポイントはソロだとちょっときつい感じありますね。エンジョイ勢でもスコアカンストしてればじっくり時間かければソロでもいけるかな。むしろパーティーの方が難易度上がるらしいですけどね。よし、ほんじゃラストのアウトキャストもサクッとやっちまいましょうよ。いやお姉様まだやってないのハイエナですよ。アウトキャストもうやったんだったは。なにこれアホなの？つかここカットしてええやろ。なんでわざわざ勘違いしてやった2回目のアウトキャストの回動画にしてんだよ。いいからはよハイエナ終わらそう。ということでハイエナ勢力の CP もハットかぶったバレンタインからアイテムドロップでこれで3勢力コンプリート。あとはこのゲットした3つのイベントアイテムを寄付すれば完了。終わったらホワイトハウスの受付で完了報告するいつもの。これで残すはあと1つのプロジェクトだけですんで。またクソ強い敵出てくるとかやめてくださいよ。敵自体は割と弱いんでご安心を。最後のプロジェクト、真昼の酒場での決闘は、バーにいるブラックタスク兵を倒せばいいだけの簡単なもの。そのバーってどこにあるんすかね。これも説明文ではホワイトハウスの北東にあるとしか書かれてないんで非常にわかりにくいところ。マップを開いてもらってホワイトハウスの建物の右にある建物がそのバー。拡大するとエコーのある場所が出るんで、そこを目指せば OK。よし、じゃあ早速行って敵倒しちまいましょうよ。ところがこのクエにはもう一つ大事な条件があるんすよ。プロジェクトタイトルの通り真昼にこの酒場に行かないとお目当てのブラックタスク兵に会えないっていうルール。いやゲーム内での時間とかわかんねえでしょうがよ。いつお昼になるんだっつーの。このゲームにはフォトモードってスクショ撮る専用のシステムがあって、それを起動するとゲーム内の時間が表示されるんでそれを使います。エスケープキーを押してシステム画面を開いたら、右下のフォトモードをクリック。こんなスクショ機能があったんやね、このゲーム。このモードになると画面右上にゲーム内の場所と時間が表示されるんで、12時過ぎたらさっきのバーへ行けば OK。つか先にバーに前乗りして、敵が入ってくるまで待ち伏せしてればいいんじゃね。それだとターゲットのブラックタスク兵が現れないんで、必ず12時過ぎてっからバーに向かわないとクリアできませんので、おいおいブルースを盗撮すんじゃねえよ。なるほど、なかなかにめんどくせえクエストなんすね。ということで現在ゲーム内時刻の13時15分。あの通りの角にある建物が目的地のバーっすね。おっし、じゃあブラックタスク兵がいるかと今中入ってみましょうよ。建物内にエコーがある場所なんで間違えないように。おっし、どこやどこや？奥の方にちゃんと敵いますね。カウボーイハットのケイデンラインとラクトってあいつを倒せばいいんやな。一応仲間の紫ゲージと黄色のペッパーくんもいるんで気ぃつけてください。ガンタンクをペッパーくんって言うんじゃねえよ。ガンタンクでもないですけどね。ともかくサクッと倒すと赤色の部品ドロップするんで、それを回収して寄付すればいよいよ全てのプロジェクト終了ですよ。報酬としてドッジシティの設計図とクラフトに必要なエキゾ部品4つがもらえるんで、
これで念願のエキゾチックホルスターを製作できますね。ほんじゃ早速クラフト代へ全力ダッシュぜ。ただ製作にはプロジェクトの報酬部品以外にもプロビデンスとペトロフのホルスターが必要なんで注意。素材に必要な2つのホルスターは自分で製作したものでも OK ですんで。つうことでこの日のためにあらかじめ用意しといた2種のホルスターを生贄に捧げて、いでよ。どっちしてそして出てくるアーマー数値最低限のエキゾチックホルスター。なんだこの嫌がらせは。まあ性能は変わらないんでゴサゴサ。ともかく射撃練習場で触ってみた感じ、ハンドガンが実用レベルの高性能、長射程になる面白い性能。ただこいつのメインはハンドガンに切り替えるだけで全ての銃がリロードされる、クイックドローって固有タレント。完全にヒルアップの上位互換で。ライトマシンガンやスナイパーライフルも爆速リロードが可能になる高性能。特性値がつかない欠点はあるものの、その分装備モッドのスロットが赤に、キー1あるんで気にならないレベル。ところで、これって他の制作系エキゾみたいに2個目も作れるんすかね？作ったドッジシティをサブキャラに移せば、勢力に関係なく警戒度4のコントロールポイントのネームドからクラフトに必要な部品がランダムでドロップするようになるんで、可能っちゃ可能。マジかよ、ほんじゃ早速警戒度4の CP 落としまくろうぜと思って警戒度4のコントロールポイントに通うこと12回。ドロップしたドッジシティの部品たったの1個。どうやらこのドロップ率がとんでもなく低く設定されてる模様。さらにドロップする4種の部品もランダム。持てる部品の数がそれぞれ1個のみなんで、すでに持ってる部品がドロップしたら脳幹になります。いや、どんだけ2個目作らせたくねえんだよ。こういうしょうもないマゾシステムをちょいちょい出してくるかんなーこのゲーム。さすがに2個目は諦めました。つうことでまだ1個目取ってない方はゲット取得のおすすめ。ではまた次回。